ある選ばれし。違うな。全然合わへんやん。リハと違うことした今瞳が悪い。選ばれーしって言ってたよ、ね、選ばれーしです。選ばれーしって言ったじゃん。選ばれーし、どっちでもいいです。もう一回してせーの VR 選ばれーし。違うな。レーシーって言ったじゃん。なんで、なんやねん。だからファーストシーズンが終わるんだ。やめなさい。リアルなことやめなさい。さあということで、はい、VR 体験をしたことがないこの選ばれた2人でございますけれどもね、元木会でございますけれども、ホラーね、ホラーとホラーセンスというね、ホラーは怖い。だるまさんが転んだというこれね、ね、やむちゃんちょっと経験あるんですけどね、うん、プレイしてもらいたいと思います。さあということで、感情を取り戻せるのかと。感情を取り戻せるってでもね、クロちゃんはあるからね。そう、まずはね、はい、あの可愛いの方からやってもらいます。うん、はい。何の顔？お前何の顔？おもちゃ買ってもらわれへんガキだ。私すごい苦手でこう見えて、こう見えどう見えて、そう見え、そう見えてるよ。どうも見えてへんわお前。今までは何も教えてくれへんから。さあこちらはどういうゲームかというとですね、うん、去年1月25日に光栄テクモゲー、光栄テクモウェーブさんがですね、うん、発売いたしました VR ホラーゲームでございます。全国のアミューズメント施設で展開しているものを家庭用に移植したということで、なんとですね、鬼がいるんですけども、鬼が向こうを向いてだるまさんが転んだと言っている間に丸ボタンで前進すると、うん、鬼がこちらを向いている時に動くと罰を受けてしまうと、うん、ただし首を動かしたり、うん、日射を取ることはできるので、そうだ、ね、周囲をよく観察してプレイしてください。なるほど。いうことで、じゃあかえちゃん、はい、準備 OK？ もう怖いんですけど。テンション低いすごいな、それつけてんのにテンション低いの分かるわ。イヤホン、はい、イヤホンします。でも衣装と合わせて未来人っぽいから大丈夫。そうやね、確かにすごいわ。大丈夫。ああ怖い。ホラーセンス、だってもう怖い。だるまさんが転んださあじゃあ行きましょう。はい、怖い。まあ、そうそう、ね、丸ボタンを押すだけで簡単ですからね。何はじめの少女を選びましょうかね。はい、で行きます。怖いよ、こんな学校ないよ今の時代。行ったことないよ。いやいや、別にキルアの家じゃないから。ここがケンタが言ってた噂の ケンタくん、肝試しにバッチリだぜ。変なことが起こったって言うし、あえてなんで気境ゾルディック入れるのかしら。今ちょうどね、再放送してるのがそんな変やから。開いた。あ、なんだろう、暗くて見えないね。マリちゃん、ほんと結構暗いね。怖いって抱きつくなよ。抱きついちゃおっかな。おお、なんて書いてあるの。なんか怖くない。怖い。それ言ってんの。わかる、めっちゃ怖い。誰かいる。精神統一いたる。あお、なに、どうしまっちゃったんじゃない。なんだろう、姿勢一貫かな。簡単に会いたいよ。怖い怖い怖い。どうなってんだよ。なんか見てる？ドアが閉まっちゃった。なんか聞こえる？なんで進むの？ちょっと待って、集団行動して。なんか見てる。しょっちゅう。ちょっと右に誰かおらへん？右？奥。いやこれ一人行きたいんだよ。奥の方になんかない？誰か歌ってるよ。誰まず始まったよ。始まった。なんか割れた？おい、銃声？どうした？誰？怖い。左誰いるの？行こうぜ。あ、しゃがんだ。あ、しゃがんで。やっぱり私も行く。始まってんのか。ダメだよ、こんなユーチューバーごっこしちゃ。一緒についてかなきゃ、ついてかなきゃ。一緒に来てね。くるちゃん一緒に行かなきゃ。うん、丸ボタン。下見てもボタン見えない。怖い。わあ、音がリアルですね。木造じゃん。そんな木の方になったってこと。てかさっきの子どこ行っちゃったの。何やってんだよ。え、何何何。どうしたんだ。しっかりしろ。あ、倒れてる。どうしたの。マジかよ。死んでる。何。心が危険。字だけはっきりしてる。何？なん
か声するんだけど。どっちから？前前前。嘘だろ。どこ？あ、いた。これが最初の女の子。やめろ。おい待て。黙れって。動いちゃダメだよ。え？なになになに？あ、動いたらダメだよ。なんか見えた。なんだ？なんだ？なんだ？だから動いちゃダメ。だからだるまさん転んだ時しか前進したあかん、ね、聞いてる。動いちゃダメだって。たどり着け。はい。いや、たどり着きたくないけど。見られてる間進んではいけない。はい。で、今は進んじゃダメってこと？うん。首は動かしても構わない。はい。ちょっとリズム変えてきよんの。ねえ、もう誰かやる。ねえ、もうやだ。あ、なんか落ちてきたよ。なんか落ってるけど、ちょっとこう。そうか、あいつがだから。え、てか消えたんだけど、この子。いや、だから暗くなった時に。これ拾えるんじゃない？これ。足元丸。丸、丸押して。今、抜けない、動けない。今、ダメ。大丈夫。はいはいはい。何でしょう。9月12日。おはよう。生徒たちは今日も楽しそうに廊下で遊んでいる。楽しくないよ。何？赴任して1年目。先生かな。みんな元気ですね。ね、石やな。すぐに懐いてくれた。私の子も来年には小学生。おめでとうございます。今から楽しい。だろ。子供があるおか。さっき誰か横切ったよもう。何？動揺したらあかんで、いろんなトラップあるから。周りキョロキョロ見た方がいいんじゃない？6年生教室とかで。早いよ、急に。怖いよ、やめてよ。もどきちゃん全然喋んないけど大丈夫？あ、近くなってる。もうやば。ちょっと可愛いこの子。お、なになになに、何のチャイム？放課後だ。動いたか、動いたか。怖い。そいつは動いた時だけ襲ってくるから。あ、しまった。え、なに、いや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 、まった、なに、まった、やばい。なんで、飛ばされた。あれ、廊下が長くなった。やば。あ、右光ってるね。あ、なんか右になんかある。右にあるで。右西がある。でも今動けないから。いや、西は読めるらしいよ。9月19日。あの子たちは今日も変わらず元気に遊んでいる。私の子もあの子たちと同じように楽しく遊ぶはずだった。やばい。死んでるぞこれ。私の子だけ死なないといけない。何があったの？先生やばい。おはや。いや。ああ。動いたの？動いたの？ちょっと動いちゃった。なに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 。音が怖いね。続きやろうよ。やってるよ。9月20日、生徒たちの声が聞こえる。聞こえない。クルミには聞こえない。耳障りな声。私の気持ちも知らないで。先生やばくない？いい先生っぽかったのに。うるさい。うるさい？子供が死んだから。なんか落ちてきた。なんか落ちてきたよ。虫だ。動いたかで。どっかで。きつい。やった。
なんかいる。こんにちは。よ、 VR でやってたら。なんか、なんだって？なんて言ってるか全然わかんない。1回でも受付したら終わりだからだってさ。ええ、さっきの友達だね。怖い。な、何やってるの？動けない。言ってんのやね、だるまさん転んだって。無理やり首動かされてる。怖いよ、なんて言ってるか全然わかんない。や、あのすいません、山本さんがもう狂気気味ちゃって、ヤバい人になっちゃってるんですけど。いや、面白い。怖い怖い。え、なに、え、進んでいいの？いけんちゃうか？いける、いける、いける、怖い。絶対だるまさん転んだって言おるから。あっ、本当に嫌だ。こうやって近づけたかな。やだやだやだ。うわ、待って待って待って。あー、怖い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 。私乗って、私。怖い。いつまでも私の愛おしい。やだ。え、まだいかない。あー、なになに、次の少年。終わり、終わり、終わろ。終わろ。終わろ。はい、通知表が出ますね。今の遊びの評価されるってこと？そう。え、一回、え、鉄の振動。あ、一番いいじゃないですか。終わり、終わっていい。じゃあ次、もときちゃんの番ですね。いや、これは怖いわ。さあ、もとき行こう。え、やだやだよー、やだよー。出てないのに結構ビビってたよね。マジビビりなんですよ、もう。全然感情、感情が解放されるんじゃない？あー、やだよー。もう半分泣いてる。疲れてる。お前なんか罰にのおばちゃんみたいな。すごいね、髪の毛静電気でえらいことなってる。怖かった。VR やりたいとは言ったんですけど、うん、こういう VR は望んでなかったですね。それ引っ張って、で後ろギリギリギリって回して、つけ方がね、まずね、わからないね、うん、ちょっと緑からつけなって。ごめんなさい。はい、ここです。二度と外れるぐらい。あ、いた。これだって一人で家ではできないでしょ。ちょっとね。ねえ、こうやって周りに人がいて。あ、やだ。え、待って、まだ何も。なんでなんで、まだ何もなってないよ。イヤホンした、イヤホン。え、まだだって、まだだって。目で見ね、目で見ね。目で見なかった。そう、はいはい。感情出てるよ。イヤホンしてる？イヤホン。イヤホンしてません。して、イヤホンしないと分かんないよ。だるまさんが転んだ、聞こえない。してちょうだい。こうして、もうやだ。まっすぐ見て、まっすぐ。斜めっちゃってるね、斜めっちゃってる。僕たちにも斜めになっちゃってるんで。あの、ちゃんと文字を真ん中に持ってってもらっていいですかね。私の中では真ん中です。わわわわ。持って持って、コントロー、コントローラー、コントローラー、コントローラー持て。膝にあるやろかい。
それぐらいわかるやろ。丸ボタンわかる？丸ボタンで進むんだよ。うん、そうそうそう。まっすぐ見て、まっすぐ見て。まっすぐ見て。まっすぐ見ろ。真っ暗だね。頑張って。これはきっと VR の良さ伝わってるね。しかも。丸押して。丸押して。丸押して。あ、やだー、やだやだー。暗いね。横とか見てよ。何も起こってない。何も起こってない。そりゃそうなる。そりゃそうなるな。わかる、わかるわ。そりゃそうなるよ。わかるわ。感情が足下げて、パンツ見えるから。でもネズミが通った。そうだね。じゃじゃでも通ってないんだよ。通ってないんだよ、もときちゃん。通りましたよ。いや通ってないんだよ。お前俺の風のことめっちゃバカにしてたよね。通るやろかネズミやっぱり。ねえ通るよね。そうやろ、びっくりしたやろ。遠いな。頑張れ。なんとかまで頑張って。俺たちはそばにいるから。本当ですか。みんなそばにいるよ。はい。両手で持って、両手で。両手持たなきゃ。そうそう、真ん中にしっかり置いて。離せ。離せ。なんで動いちゃうの。声聞いて、聞こえてる声。聞こえてますよ。離せ。離せ。そう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 。いいよ。そう、首を振っていいからね。身長高い。ずれとるやん。あいつ目つぶっとんだな。おそらく。もう目つぶっとらん。怖い。足足エロいんだけど、エロすぎる。お前の旦那さんが転ぶやないか。しかせ、膝掛け、膝掛け。違う、クッション、クッション、クッションだよ。怖いよ。もうなんか何なんだこのホラーコンテンツなのかアダルトコンテンツなのかわからない。この新しい、うん、新しい2画面。見て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 。赤い目見ちゃダメだって。赤い目を見ないように顔を染めてた。赤い目って何？今の左目だったの。目つぶってたでしょ。ちょっと。早くだって。だるまさんが転んだ。はい。いいよ。はい。あ、クッションで落ち着いたね。うん、えらいもんや。いいよいいよ。ちゃんと視聴者いるからいろいろ見てね。はい。うわ、すごいリアル。進まないの。ねえ、目合わせてもね、目合わせてもダメだよ。横見て、横。横？うん。大丈夫、大丈夫。大丈夫だった、大丈夫だった。目を見んかったらいい。痛い、なになに？目見んかったらいいから。目先に進まないと終わんないぞ。ちょっとさ、ごめんなさい。お前、名人帰られへんやろ。いいよ、うまいうまい。世界観に慣れてきたよ。大丈夫だよ。あいつ絶対目つぶってるわ。あっ、目合わせちゃダメ、合わせダメ。そうか、そうだよ、下向いてない。いいよ、正解正解。なんで進ま進ま。そいつもだるまさんコロナ仕掛けてくるから。いいよ。話してたよ。お前、配管次回になってるやないか。なんで全員とタッチしようとしてる。
もうちょっとやばい、なんかもうメガネがずれた中本浩二みたいになってるんですけど、おっぱい、もうやばい、なんで前に出すねん、あれでガードしてるんだよ、あーねー、目覚めてて、2人いる2人いる、怖い、2人もいるよ、オッケーオッケー、あ、まだいる、それ誰いる、それ誰誰誰、まだいるよ、友達こういうことですか、え、そう、そういうこと、そういうこと、左見て、左顔さえ見んかったらいいから、左誰がいいのそれ、あの最初の仲間の女の子じゃない、うわ友達だ、うん、早くって男の子が待ってるよ、ちょっと戻して、もうおらんから戻して、体勢ね、そう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 、メガネめっちゃずれてるけど大丈夫お前、斜めになっちゃってるね、これあのもう11時35分なんですけど、はい、これあの僕潜水艦戻ってもよかったじゃないですか、そうですね、そうですね、戻れます、扉開いた、なになに、何の音、見えない、頑張れ頑張れ、もうちょっとだ、いいよいいよ、いいよ、このドアがですね、いけるいける、この子も延長戦してくんのかな、いけ、なんかいるね、あ、どうしたの、うわ怖い、あいつ入れて入れてよ、入れてよ、開けてよ、いけいけ、出してって書いてる、入ってくるよ入ってくるよ、ちゃんとそっち見て、早くいない、あとちょっとですか、あとちょっと、頑張ってる頑張ってる、そう、複数参加、合ってる合ってる合ってる、いいよ、だるまさんが転んだ、いいよいいよ、近くなってきましただいぶ、ああ、もうタッチできるよ、いけるいける、すいません、走れ走れ、だるまさんが転んだ、なんか落ちてきた、あ、丸ボタン丸ボタン、丸って切れ端だ、読めない、読めない、閉じる、あー、いる誰か、なんかいるね、最初の女の子、最初の女の子、大丈夫、見ても大丈夫、触ってくる触ってくる、触ってくる、触ってこないやろ、絶対ないない、お前の VR すげえな、あの、うん、進め、あー怖いよ、いけるんじゃん、いけんじゃん、なんで斜めなんだ、ちょっと正面も正面戻して体、そう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 、どうした、出た出た、え、進めないの、あー、びっくりした、ねえ、こっちこっちだよ、延長線あるの、おいでよ、せやちょっと元木ちゃん頑張って、まだあるの、え、誰ですか、まだあるって、うわー最悪、めっちゃ遠いやん、あー終わった、終了、これ無理終わり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 だよ終わり緑か、それ緑か、緑か、ダメだ、もうあかんわ、戻ってきた、明るい、感情出てる、感情出てる、感情出てる、よかったね、しくらさん、どなんて顔してるんですか、いや喜怒哀楽大丈夫かなと思って、元木さん逆に心配になっちゃって、はい、どうでしたか、もういました、もういましたいましたゼロおったやろ、おったよね、おった
そうやろ。すごいやろ VR の技術。本当にすごい。本当にすごい。ネズミはおらんかったけどネズミは。通りました。通ったね。通ったんだね。またの間。ここ通りました。またの間キョンキョンすなお前は。かわいちゃんどうでしたか。ちょっとこれはお家で一人ではできないなそう、ね、っていうぐらいもう本当にリアルだったし、ね、こうバン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 ってお化け屋敷に行くよりもお化け屋敷感を楽しめるなと思いました。すごい技術でございました ね、はい、ということでじゃあ改めてお知らせでございます、うん、ホラーセンスだるまさんが転んだですね、PSVR 専用で好評発売中と、はい、いうことになっておりますのでこの夏皆さんもぜひ体験してみてください、うん、じゃあお二人締めてください。はい以上かわいくるみと竹ひとみの VR 選ばれしホラーセンスだるまさんが転んだをご紹介しました。目指せない冒険。